沖縄戦終結から65年目の慰霊の日を迎えた平成22年6月23日、菅総理は沖縄県糸満市摩文仁の平和記念公園で開催された沖縄県主催の沖縄全戦没者追悼式に出席しました。沖縄全戦没者追悼式は昭和27年から先の大戦で亡くなられた戦没者の御霊を慰めるとともに、世界の恒久平和を願う沖縄の心を発信するため、毎年6月23日の慰霊の日に実施されています。式典に先立ち、菅総理は国立沖縄戦没者墓苑で献花を行い、平和の礎を訪れました。式典には中居間宏和沖縄県知事をはじめとする県の関係者や衆参両議院議長、関係閣僚のほか、遺族の方々が参列し、戦没者を追悼しました。黙祷。正午の時報に合わせて1分間の黙祷が捧げられ、各代表者による献花が行われました。中居間沖縄県知事の平和宣言では、慰霊の日にあたり、私たちを見守ってくださる全戦没者の御霊に心から哀悼の誠を捧げますとともに、県民の英知と情熱を結集し、人類共通の願いであります世界の恒久平和の実現に向けて邁進していくことを宣言いたします。続いて、沖縄県が児童生徒の平和メッセージとして公募した詩の中から、今年の高等学校の部の最優秀賞に選ばれた沖縄県立普天間高等学校の中しおりさんによる変えてゆくという詩の朗読が行われ、一度会ったことは二度ある、そんな言葉を聞いたことがある。しかしこんな悲惨な出来事はもう繰り返してはならない。だから一度会ったことは二度とないに変えていこう。平和で塗りつぶしていこう。その思いはきっと届いているはずだから。その後、菅総理が挨拶を行い、戦没者の御霊に対し謹んで哀悼の誠を捧げます。沖縄は先の大戦において国内最大規模の地上戦の場となり、すべての沖縄住民を巻き込んだ苛烈な戦闘が行われたことで、多くの尊い命が失われました。今日の日本の平和と繁栄が戦没者の皆様の尊い犠牲の上に築かれているということを、私たちは忘れることはできませんし、忘れてはなりません。そして二度と国民を戦争という不幸に陥ることがないよう全力を尽くしていくことが政治の責任であります。内閣総理大臣としてこのことを深く心に刻み、国際平和の実現を不断に追求していくことをお誓い申し上げます。追悼式終了後、菅総理は記者団の質問に答えました。今日はこの沖縄のですね、全戦没者追悼式に本当に出席できてよかったと思っております。事前に墓苑と
平和の礎に訪れまして、改めてですね、沖縄戦の大きな犠牲というものを改めて感じました。特に24万人を超える皆さんが平和の礎に刻まれているわけですが、沖縄の皆さんが15万人近くということで、本当にこの小さな島の中でですね、激しい戦闘の結果そうした犠牲を出されたことに、改めて心からですね、哀悼の誠を捧げる機会が得られて、そういう意味では良かったと思っております。これからの日米の協議、さらには沖縄の皆さんとの話し合い、特に沖縄の皆さんとの話し合いは、ある意味では今日のこの出席をスタートにしてですね、真摯に話をしていきたいと思っています。その後、那覇市で中居間博一知事と会談を行いました。